家塾の中山です。一撃必殺と聞くと空手の代名詞のようになってしまった言葉ではありますが、現代行われている空手を見て誰が一撃必殺なのと思うでしょうか。現代では空手も試合というルールに基づく安全を第一とする中での競技ですから、一撃必殺の技は禁じ手であり、反則というペナルティになるのは無理もありません。私が昔学んだ古流空手は試合は行いませんでした。安全を保証できないので試合はできなかったのです。顔面やボディ全体を狙う攻撃も蹴りもありませんでした。ただ一点集中に徹した急所攻撃のみがありました。顔面を突くだとか腹部を蹴る、このような具体的ではない曖昧な攻撃の言葉すらありませんでした。少々野蛮に聞こえるかもしれませんが、狙う上段は常に目を抜く、こめかみを打つ、喉を突く、頸動脈を切る、陣中を突く、中段は鎖骨を折る、なかなか一本拳と指三本蹴りで脇の肋骨を折る、下段は恥骨状の下腹部に指三本蹴りを入れる、筋的内もも内転筋を蹴るなどなど、まだたくさんありますが、本来の空手は全て急所しか攻撃しないのです。それはもともと空手が勝った負けたのゲームではなく、生きるか死ぬかの武術だったからです。稽古では危険を防ぐために軽く当てるか寸止めをします。ただ現代競技空手の試合の寸止めとは根本的質的に違っていました。要するに一撃必殺とは、一つには急所しか狙わないことです。もう一つには体の使い方が筋力主導ではないということです。武術的な操作、身体操作は重力主導で行い、急所以外は一切狙わないことに徹して稽古した結果、空手が一撃必殺と呼ばれる狂気になったゆえんでもあるのです。空手がスポーツになった現代、それはそれで広く愛され、スポーツという意味では素晴らしいことだと思います。しかしまだ一般にはあまり知られていない真の武術だけが到達した人間開発の奥義があります。それは身体操作であったり、脳内開発であったり、潜在能力の開発だったり、人間そのものの研究結果として集合体が武術だということです。スポーツとしての空手は世に託すとして、まだ知られぬこの武術だけが到達した奥義に関して私は研究し伝え広めていくことがこの使命だと感じております。ではまた。最後までありがとうございました。